茨城県道215号伏識坂道線は、茨城県佐島郡境町から坂道市までを結ぶ一般県道である。坂道市、くぐい戸境町伏識から坂道市岩井を結ぶ国道354号の南側でほぼ並行する県道である。1959年10月14日、新たな県道として佐島郡境町大ざ伏識を起点とし、 佐島郡岩井町を終点とする区間を本路線とする県道伏木岩井線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号215となり平成の大合併により岩井市が消滅し万道市と解消されていたことから2006年に路線名称を県道伏木万道線に解消している。福音、曲線半径。 郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法号外昭和10年11月29日、茨城県国時第731号より、 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法号外、ピアニッシモ、56、8、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82、車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1342号、ピアニッシモ、 1112、平成18年3月23日茨城県、国時第354号、茨城県法、第1758号、P19。ありがとうございます。